Japanese Shinkansen. 今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Tokyo. We'll be stopping at all stations. It has been cherished by many people over the years, carrying various emotions to different corners of Japan.Today, I'm going to share the endless charm concealed along the Tokaido Shinkansen and the areas surrounding its tracks. みなさんおはようございます。本日は東海道新幹線のグリーン車に乗って皆さんを東海道の旅へお連れします。今日の行き先は京都。そして私たちを乗せて行ってくれるのは新型 N700S の小玉号です。では車内へ乗り込みます。車内はシンプルに言うととっても豪華です。高級感のあるワインレッドの座席、落ち着いた照明、贅沢にも思える上質な空間が演出されています。いよいよドアが閉まりました。約3時間30分の旅の始まりです。まもなくして列車は駅を出発し、東京の高層ビル群の間を縫って颯爽と走り出しました。せっかくなのでここで車内を詳しくご紹介します。グリーン車は 2×2 列の配置で、シートの横幅にはゆとりがあります。シートピッチも普通車より12センチも広くなっていて、長い旅でも快適に移動することができます。足元にはフートレストがあり、床にはなんとカーペットまで敷かれています。豪華。そんな中で私は最も嬉しく感じたのは座席ヒーターです。寒い時期や冷房で車内が冷える夏でも足元を温めてくれるので、本当にありがたいですね。列車は品川駅に着きました。1日約12万人も利用するターミナル駅です。今回はこのお弁当にしました。もうこれそろそろ飽きたって視聴者さんからもメッセージが来そうだね。もうずっとこれにしてる。ずっと昔新幹線乗った時に初めてお弁当食べて、その時にカニ、ウニ、イクラ丼だったのはすごい美味しくて、もうそこからずっとそれにしてるわけもうやめられない。すごい贅沢だね。カニとかもびっしりじゃない。まずウニちゃんから。最高。すごい磯の香りが美味しい。新横浜駅を過ぎると小玉でも一気に280キロまで加速します。列車はこの辺りで馬乳川とも呼ばれる相模川を渡っていきます。鎌倉幕府を開いた源頼朝はこの川に馬から落ちてしまい亡くなったのではないかという説から名付けられたそうです。小田原市小田原駅に停車。小田原市は江戸時代に交通の要所として栄え、現在でも小田原駅は6路線が乗り入れるターミナル駅です。後続ののぞみ号が追い抜いていきますが、新幹線が通過したら線路に目をやりましょう。線路の内側に何やら糸が取り付けられていますが、これは脱線防止用の装置なんです。現在までで東海道新幹線内の7割ほどの距離に設置されていて、地震の多い日本でもこうして安全かつ高速で列車の運行が守られているんです。9時35分、ド
ドアが閉まり、新幹線は再び動き出しました。駅を出るとすぐ左手には小田原城の真っ白な天守が見えます。本当に一瞬しか見えないので、駅を出たら車窓左手に注目してみてください。しばらくトンネルが続いて、列車は静岡県熱海駅に着きました。静岡県は日本食の支え柱ともいえる存在で、お茶とわさびの生産量1位を誇ります。他にも意外な1位があり、なんと日本のピアノは 100% 静岡県で作られているそうです。車窓熱海の街が流れています。夏のリゾート地のイメージが強い熱海ですが、意外にも熱海は温泉都市でもあるのです。今私たちは木の宮駅付近を走行中です。眼下には東海道本線の旅でお世話になった E233 系が止まっています。熱海市の街並みは一瞬にして新丹那トンネルに変わりました。並走している東海道本線にも1934年に開通した丹那トンネルがあり、完成当時は日本第2位の長さを誇っていましたが、工事は非常に困難で、完成のためには大きな代償が払われました。新丹那トンネルを抜けてすぐに三島駅が出迎えてくれます。熱海三島駅間は距離が非常に短く、わずか7分で到着します。それは東海道新幹線の開業当時、熱海まで行く人が多く、駅に着いた新幹線はすぐに東京に折り返す必要がありましたが、熱海駅にはその設備がなく、新幹線は静岡駅まで走り東京へ戻っていました。しかしそれは非常に不便だったため、1965年に三島信号場が開設されました。そして地元の方の要望があり、後に駅になったのです。そうそう、東海道新幹線といえば、これまで車内販売がありましたが、昨年10月末をもって終了となってしまいました。ですが実はそれに代わる新サービスがあるんです。のぞみ号と光号のグリーン車限定のサービスではあるのですが、座席ポケットにあるパンフレットの QR コードを読み取って注文すると、車掌さんが商品を持ってきてくれるんです。また車内のサポートもスマホから簡単にお願いすることができちゃうんですね。私はアテンダントさんが好きだったけど、サービスの提供も時代とともに変化しているんだなと感じるものですね。鉄道唱歌でも歌われるように、ここでは気高き富士山が見えるはずですが、今回はあいにく見えませんでした。見えるか見えないかを予測しながら窓を眺めるのも醍醐味ではないでしょうか。静岡県の有数の駅、静岡駅が見えてきました。小玉や光といった新幹線のみならず、サンライズ瀬戸やサンライズ出雲も停車する駅です。新幹線は隣を走る東海道本線の313系列車を簡単に追い抜いていきます。この余裕を感じる新幹線の姿、かっこいい。こちらは安倍川餅の名前の由来になった安倍川です。安倍川餅、いつか食べてみたいですね。新幹線は掛川市に入りました。掛川といえば深蒸し茶が有名ですね。江戸から明治にかけてここの台地が茶園として開拓されましたが、育てたお茶の渋みが強かったため、通常より長く蒸し渋みを緩和したのが始まりとされています。掛川駅を発車、対向車線には旧型の N700S が停車中です。私が乗っているのが新型ですが、どうやら新旧で内装や座席の形など細かい違いがあるようです。車窓右側には東海道本線が並走しています。ここでは新幹線が在来線をかっこよく追い抜くシーンが見られますが、今回はタイミングが合わなかったようです。あっという間に天竜川まで来ました。川の流れが速く、竜が天に登っていくかのように見えることから名付けられたと言われています。ここまで来たらもうすぐ浜松駅です。東京出発して1時間50分、ちょうど旅の半分ですね。浜松駅に来たら
やはり名物のうなぎが外せませんね。特に浜名湖うなぎ丸浜というお店が美味しくておすすめです。駅中で注目していただきたい自販機があって、じゃじゃーん、この茶箱です。タバコっぽい名前ですけど、これはお茶です。なんだかかわいい。駅を離れると眼下には美しい浜名湖が広がっています。しかも美しいだけではなく、うなぎの養殖発祥の地でもあり、今もうなぎの大切な養殖地の一つになっているのです。ここのうなぎ一生忘れられません。浜名湖を後にして列車は愛知県豊橋市に入り、まもなく豊橋駅に到着します。手前は先ほどお話しした313系が停車していて、奥には国鉄時代から使用されていた165系の代わりになった373系が停車しています。ここでふと気づいたのは、お茶を窓枠に置いてるのに落ちるどころか揺れさえしないのってすごいですね。凄まじい安定性です。私たちは名古屋駅に接近しています。天気がどんよりしているため、高層ビルはまるで雲に隠れたかのようで、もはや威圧感がありますね。かつてはこの駅が東海道本線の前に計画されていた中山道幹線の支社運搬線として開かれました。ちなみにその頃の駅は笹島ステンションと呼ばれ、現在より200メートルほど南方にあったのです。6分の停車を終え、列車は名古屋駅を後にします。名古屋を出たら進行方向右手に注目です。徳川家康の建てた名城名古屋城が建物の間から姿を現すはずなのですが、残念、上り電車に遮られてしまいました。東海道新幹線に乗っていると代行列車とのすれ違いが多く、肝心なところで見られなかったということもよくありますが、それだけ東海道新幹線の本数も多いということですね。高速で走る鉄道をこれほどまで高頻度で走らせられるのって何よりすごいことだなと思います。皆さん、今飲んでいるビールを見てください。それはキリンビールの可能性が高いでしょう。売り上げで3位を誇る企業で、その一つの工場が名古屋にあります。もう少しで有名な清洲城が見えてくるはずです。あ、見えた。清洲城は織田信長の天下統一への出発点であり、彼の死後後継者を決める清洲会議が行われた場所でもあります。木曽川を横断して愛知県からお隣岐阜県に入りました。そして岐阜県唯一の新幹線停車駅、岐阜羽島駅で停車します。この駅から先、前原付近までは特に雪がよく降る地域のため、新幹線が動けなくなってしまった場合の避難先としても使われる、列車の安全運行においても大切な駅だそうです。標高1377メートルの伊吹山を越えると新幹線は滋賀県に入ります。そしてほどなくして滋賀県内唯一の新幹線停車駅、前原駅に到着です。前原には新幹線高速試験車両保存場があり、それはちらっと車窓左手に見えてきます。一番左側には 300X 最高速 443km を記録した高速試験車両で、他には WIN350 と可愛らしいスター21があります。緑色の福山ツーンの貨物コンテナがずらっと並んでいますね。せっかくなので牽引している機関車を見ておきましょう。 EF210 電気機関車ですね。愛称桃太郎で親しまれています。遠くに見える小高い丘を目を凝らしてみると、ちらりと彦根城の輪郭がうかがえます。まもなく京都です。東海道線
山陰線、湖西線、奈良線と近鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。車内放送で京都という言葉を聞くとまた来たんだなと喜びが込み上げます。新幹線は千年の都と京文化を育んできた鴨川を渡り、しばらく走ると海のない町を照らす灯台をイメージした京都タワーが見えてきます。京都に歓迎されているかのように降る予報だった雨も上がりました。さあ、そんな京都は今回どんな姿を見せてくれるのでしょうか。期待で胸がいっぱいです。東京駅を出発して3時間30分、京都駅に到着です。ご乗車お疲れ様でした。また新たな旅でお会いしましょう。楽しかったよ、こだま。お世話になりました。最後にちょっとした嬉しいお知らせがあります。実は先日コミュニティでもお伝えしましたが、私は京都観光文化検定試験、つまり京都検定として知られている資格に合格しました。昔から京都がもう大好きで、京都の文化や歴史を調べるのがすごくいつも楽しくて、 YouTube にも京都が登場することが多いと思うんですけれども、こういうふうに少しずつコツコツ勉強してきて、それで合格できたのが本当に嬉しかったです。でまだまだ全然3級で京都検定の中で一番低いレベルなんですけれども、これからもやっぱり頑張って2級とか1級とか合格したいなと思っています。これからも頑張ります。